ソウルヒーリングへようこそ。それでは楽な姿勢をとり、目を閉じます。呼吸に意識を向けましょう。深く息を吸い込み、息を吐き出します。呼吸を楽しみます。緊張している部分はありますか？ジャッジをせずに、ただ呼吸をして解放します。心と体を落ち着かせ、リラックスします。少しの間、あなたの浮かんでくる思考に時間を置きますので、傍観者のように観察してみてください。多くの思考がストレスを生じさせます。あなたの思考を観察することを練習することで、あなたはその問題から切り離され、結果として経験するストレスの量を減らすことができます。大きく深呼吸をします。自分の思考をただ観察し、ジャッジすることなく、それを許す練習です。そして、あなたの思考を観察していると、それは他の人たちがあなたに語る物語に過ぎないということを思い出します。呼吸をしながら、思考は切り離したまま、それらを観察し続けます。その思考が浮かんで流れていくのを許可します。思考を止める必要はありません。探す必要もありません。ただ浮かんでくる思考を観察しながら、流れていくのを練習してください。
あなたが考えていることは何でも自分と切り離した状態で観察します。そしてその出来事を繰り返したり助長しないことによって、あなたはより少ないストレスを経験し始めるでしょう。ここで一息ついて、どんな感覚や感情があってもそれを観察して体に意識を向けてみましょう。自分の人生で今経験しているどんなストレスでもジャッジせずに観察するだけです。肉体的にストレスを受けているという極端な緊張感があっても、ただそれを心と体で観察し許可してください。ストレスをありのままに受け入れること、今すぐ何かを変える必要はありません。ただ受け入れ観察するだけです。深呼吸をしましょう。あなたのストレスが今現実にあっても、それは一時的なものであり、やがては過ぎ去っていきます。もう一度深呼吸をします。あなたの思考がただ通り過ぎていきます。あらゆる状況をただ許すだけです。ただ呼吸をしながらここに留まるだけです。たとえそれが困難で苦痛だと思うことでも受け入れます。大きく深呼吸をして、新鮮な空気が体をリラックスさせ、心を落ち着かせます。息を吸い込み、吐き出します。準備ができたら、目を開けて
この瞑想を終わらせましょう。ナマステー。